ロイさんお疲れ様です。ロイさんお疲れ様です。年末商戦を超えて、はい、まあ、1月ね、はい、まあ、どうしてもやっぱり年末商戦の後の1月って売り上げが本来落ちるところなんですけど、はい、まあ、うちの弟も年末は1000万超えたんですけど、はい、まあ、1月はねもう分かってた状態でね月商800万だよって僕も言ってた弟に、はい、ベースがそれぐらいっていう感じですかね。まあ、基本的に皆さんも同じような形でね、中には12月より売れてる人もいたりして、やっぱり進捗はそれぞれですけど、まあ、概ね大イメージはそんな感じですね、はい、月商が800万近く同じように700万、800万いってる人はどうしてもね、うん、やっぱり、ね、1月落ちますよね。そうですね、やっぱりその幅が広がってていう方は、はい、そんな傾向になりますね。まあ、というところで、まあ、2期生もねだんだんとそれぞれのベースっていうのはね、ベース配分っていうのはつかめてきたと思うんですよね、今後のところで、ね、はいはい、でそういう中でこれから本格的な意味でプロバイヤーを目指していくっていう取り組みがあって、はいはい、でロイ式は基本的にあれですよね、1期が終わって全てのこのやり方が覚えた後は、はい、分科会っていうのがね、サポートプランがあって、その方でね卒業生たちが、はい、プロバイヤーとしてのさらに深いところを学んでいくっていうコースも用意されてますよね。通常の講座は中高生でも分かるレベル感で入って話をして組み立ててますけど、もうちょっとプロ寄りというか、言葉を選ばず説明していくというか、ハードル高い、内容で物販だけじゃなくてビジネスっていう側面も踏まえながらこう、みんなでねこう高め合うっていうようなね場を作ってますね。で中で、まあ、通常月1でね今だいたいやったのは、まあ、物販と言いながら我々がやってるのはメディアがインターネットの通信販売をやっているんだよって話をして、通販業界のスタンダードの考え方みたいなのをちょっと簡単にね講義して、だからどういうところを着目していけばいいのかとか、どういう業界団体を意識していけばいいかみたいな話をね、前回させていただいてまして、おそらく知らない方が多かったんじゃないかなと思うんですけど、スタンダードを知るというのは、まあ、今後のね活動に向けてすごく大事だと思うので、まあ、そんなね僕の持てる範囲のことをこう伝授していくね場としてますけどね、あくまでそれはその僕の過去の経験値だったりとかっていうにね、根ざしてる部分が多いんですけど、そうじゃない場も用意させていただいてて、分科会という形で、市場はそうは言っても変化してるので、まあ、ベースの部分は変わらないにしても様々な面で、ステップアップしていく、皆さんで言えば、まあ、一番分かりやすいところでいくと物量が上がったらどうするってね解決していかなきゃいけないですよね。でそれをこうみんなで情報を取り、それこそその業者さんの開拓もねチームでやって、で、この間すごいまた素晴らしい配置先が見つかったので、その情報をねシェアしたりっていうことを、まあ、いろんな側面でねやってまして、まあ、いろんな力を持ってる方が僕も勉強になります、集まってるんで、まあ、一人社長とかね少人数の会社の集まりなんですけど、情報量とパワーはそこらのね中堅企業に負けないっていうような状況がね作れてるかなって思ってます。そうですね、ロイ式の取り組みの中でハッと思ったのは、例えば外部の業者さんと交渉しに行くときも一人で行くとね交渉にならないと思うんだけど、みんなで一緒に行くと相手の会社そのものが変わっちゃうようなね、改革を起こさないと対応できないような物量になってきますからね。そうですねだからもうチームで仕事が出せるっていう話をして、現実の物量もね見せられるんで、やるみたいなもうちょっと広げられますかみたいなね話は ねしますよね、うん、だってこれほら相手がちゃんと受け入れることができれば、はい、相手の中小企業だとした場合、相手の売上利益がそのまま上がっちゃいますからねこれね。そうですよね、こちらにも僕も、物流部分をやったことがあるのでベーシックなことは分かりますし、まあ、その辺のね要は業務的なこうコンサル見たところのね知識が深い方もメンバーにいるので、相手の企業体質もね変えようと思えば変えれてしまうみたいな、ね、状況なので、すごいありがたい頼もしいですね。だからこれから来る人はいいんですよね、切り開かれたところにこう入ってくるので、まあね、3期の方も何名かはまたね終わった後もご一緒いただけると思うんですけど、年々恵まれてるなって感じがあります。
他に分科会ってどういうテーマでやってるんですか？そうですね、あとは、まあ、分かりやすいところでいくと補助金っていう命題で、公的な、ね、はい、制度をいろいろ単純にサポートしてくれるお金だけじゃなくて、いろんな制度をこう我々に適用できるようなことを、まあ、研究して実際に取りに行ったりっていうこともね、昨年からやってまして、その流れで何人かね本当に申請通ったりっていうの出てるんで、お互いに足りない部分、見積もりがいるとかあるじゃないですか、やっぱそういうのって。でそういうのは融通をお互いの会社で聞かせてとか、まあ、そこも助け合いながらやってますね。まあ、こういうの一つ一つね、みんなで取り組みながら課題を解決していくっていうのも楽しいですよね。はい、そうですね。また次ね、本格的ではないんですけど、やっぱ海外のね販売販路としてっていうのは市場はあるので、基本ね国内販売なんですけど、その延長線上でね、海外も取り組めるみたいなスキームをね今組めないかなってことに研究会ね、それもやってますね。ようやく1年間終わるとプロバイヤーとして、あ、売上や利益上げるってこういうことなんだっていうのが分かって、まあ、そこからさらにねこのプロバイヤーとしての熟練度をどういうふうに高めていけばいいのかってね、はい、うんうん、方向性がある中でできるからいいですよね。うん、まあ最初はもちろん商品の力で売れていくっていうところをね重要視したスタイルなんですけど、はい、そうじゃなくてだんだんね、商品をちゃんと売る力っていうのは何っていうことに今度ね入ってくるので、真逆ではないんですけどやっぱりちょっと違ってくるので、ただその自らで商品を育てて売るっていう力がねつくと、まあ、同じですけど、まあ、単純なね価格競争とかそういうところとは離れたステージでね戦えるので安定しますよね。ということでね、ロイ式は奥が深いですけど、やっぱりね、この商売もね。もうやろうと思えばいくらでもできるし。だったら今年ね、また新しく始める方のチャンスがまたやってきて、で、3月、4月にね、はい、最新版のロイ式のベースとなる設計図が公開された後で、またね、今度第4期生って形でね、はい、これロイ式の年間プログラムが、5月ぐらいをめどにね、始まる予定なんでね。今でもちょっとお問い合わせはね、頂戴してたんですけど、いつから、あ、そうですか、ありがたいです。はい、このタイミングで、まあ、参加されてね、ゼロイチになって、まあ、新しいこのプロバイヤーとして活動をスタートしてもらいたいなというふうに思いますね。はい、ね、僕もいろんな方にまたね、お会いできるのすごく楽しみなので、興味がある方はね、リアルでお会いできるチャンスがあればなと思ってますので。いや、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。